ダックスフォード飛行場はイギリスのイングランド東部ケンブリッジシャーダックスフォードにあるイギリス空軍とアメリカ陸軍航空軍の航空基地を前進とする飛行場。飛行場の施設は1977年に開設されたダックスフォード帝国戦争博物館とケンブリッジシャー州政府の共有で航空管制は同博物館が行っている。 同飛行場は旅客及び練習用として運用許可を得ているが夜間の離着陸は認められていない。第一次世界大戦中イギリス空軍の基地として建設された。第二次世界大戦ではバトルオブ・ブリテンの基地となり戦争後期にはアメリカ陸軍航空軍に供与され同軍の第357基地となりドイツへの空爆拠点となった。 戦後の1945年12月、イギリス空軍に返還された。1977年、ダックスフォード帝国戦争博物館が開館。2012年7月3日、同飛工場の滑走路でテスト走行を行うマルシャ F1 チームのドライバーマリアでビロタがかる F1 マシン MR01 が原因不明の暴走をしてトラックに突っ込む事故を起こした。 これにより、デビロタは右目を失う重傷を負った。ありがとうございます。